はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、その体のことじゃないんですけども、まあその体のことに、体に大事なことについて調べてたんで、まあ、体に関係するような感じはするんですけども、まあ、その栄養などのことを考えてね、その調べた時にびっくりしたことがあったんですよ。あのね、玉ねぎなんですけども、実は玉ねぎってね、いちごと同じくらい甘いらしいんですよ。まあ、僕の中ではね、玉ねぎなんて調理したらね、それなりには少しは甘みを感じることもまあまああるんですけども、でも他の食材のね、まあ、例えば人参とかさつまいもとかかぼちゃとかを一緒に調理すればね、まあ、それらの甘さがね勝ちますので、こうなんですか、さほど玉ねぎがね甘さを主張してくることはなかったんですけども、まさかそのいちごくらい甘いとは思ってなかったんですわ。そんな玉ねぎがなぜ実はそんなに甘いのに主張してこずに辛さが前に出てくるのかっていうところなんですけども、それにはね、硫化アリルという成分が原因だったそうなんですよ。玉ねぎっていうのはね、他の多くの植物っていうのはね、栄養分っていうのをでんぷんとして蓄えるんですけども、玉ねぎはね、糖分の糖のね状態でね身につけるためにですね、いちご並みの糖度がね、こう 7% から 8% ぐらいをね誇るみたいなんです。ほんでその水にさらしたりね加熱するとね、甘くなるという表現をされるのはね、その辛味成分である、その先ほど言いましたの硫化アリルというのがなくなるだけであって、もともと持ってる甘さがこう前に出てくるだけの話なんだそうです。ちなみにね、その糖度 10% を超えるメロンね、あれめちゃくちゃ甘いでしょ。であれに匹敵するぐらいの、ね、甘さの玉ねぎもね実は存在するみたいなんです。まあ、僕はまだお目にかかったことないんですけども、まあ、そんな玉ねぎというのはですね、球根のような、ね、形をしてますけどもね、この調理に使われる部分っていうのは根っこでもね茎でもなくね、葉種と呼ばれるね重なり合ったね葉っぱなんですよ。知らなかったですよね、僕このお話のためにね玉ねぎのこと調べるまでね、あそこの部分が葉っぱやったとはね知らなかったですわ。そんなね、変わってるね外見だけではなくて、その玉ねぎ自体の栄養のね蓄え方もねやっぱ特殊なんですよね。その多くのね植物が光合成で得た養分ね、先ほども言いましたでんぷんと蓄えるのに対して、玉ねぎはね糖分の糖としてねその状態ね保存しています。そんな糖度をね計測器ってあるでしょ、甘さをね計測する機械で、その計測器メーカーの資料からね、身近な野菜のね甘さをねこう上げていきますとですね、ブドウがね 15% から 20% で、メロンがね 13% から 18% でしょ、でみかんが 12% から 14%、 スイカが 9% から 13%、 でいちごが 8% から 9% に対して、玉ねぎが 7% から 8% とね、実にねその果物に匹敵する甘さをね誇ってるんです。もちろんね品種とか育て方によってね差はありますけども、辛いイメージとは裏腹にですね、いちご並みに甘いというね野菜なんですよ。しかしね、その実際に食べてみると辛いですよね。じゃあ玉ねぎが辛く感じるのはなぜなんでしょうかというところなんですけどね、まあ実はね、まあ原因というのは先ほども言いました、そのニンニクやニラにも含まれるね硫化アリルという成分で、消えると涙が出る刺激とかね、まあ、独特の匂いの元になっているやつがあるじゃないですか、硫化アリルね、硫化アリルね。でそのスライスした玉ねぎをその水にさらしておくのが定番っていうのはですね、その先ほども言いましたけども、硫化アリルが綺麗に流れててくれて食べやすくするためなんですよ。ただしね、その硫化アリルっていうのはね、ビタミン B1 の吸収を助けてくれる働きもするのでね、まあ、なるべくねその栄養を取りたいという人は水にさらさずに食べた方が効果的です。そんなね辛いのが強い玉ねぎでもね、その炒めるとね甘く感じるのはなぜかというとですね、まあ、例えば芋にも代表されるそのでんぷんの多いね野菜もね加熱すると甘くなりますけども、その玉ねぎの場合というのは硫化アリルと水分が抜けて、もともと多い糖分が濃縮されるからなんですよ。それが前に出てくるんですよね。でんぷんを含むものを食べるとですね、甘く感じるっていうのは、その唾液に含まれている酵素であるねプチアリンっていうやつのおかげで、麦芽糖にこう分解されるからなんですよね。しかしね、その生米が食べられないように、
加熱しないとでんぷんで分解できないようなんです。その芋類っていうのがね、加熱してから食べるのがね、こう定番になっているのも同じ理由でね、同時に甘さが生まれる過程でもあるんですよ。まあ、しかしね、玉ねぎはね、ほとんどでんぷんをね含まれないのでね、この際はね起きません。辛味成分である硫化アリルと水分が抜けてね、細胞が崩れて流れ出た糖分が濃縮されただけなので、まあ、甘くなるという言葉よりも辛味を抜いたという表現をねすべきなんですよね、本当はね。まあ、そんなね、玉ねぎに含まれる栄養価なんですけども、まあ、先ほどもお伝えしました通り、硫化アリルも実は大切な栄養素なんです。その辛いというのとかね、涙の出る成分としてね嫌われていますけどもね、実はね、血液をサラサラにしたり、交感神経をね刺激して体温を上昇させてくれるというね趣旨のね論文がね発表されています。これもね、先ほども言いましたけども、ビタミン B1 の吸収がしやすいためにね、豚肉や大豆などとね一緒に調理するのがねおすすめでございます。その他にはね、ケルセチンというね栄養素もあります。ケルセチンはね、ポリフェノールの一種なんですよ。玉ねぎの皮に近い部分にね含まれているね色素のね成分です。抗酸化作用があってですね、健康を守るために効果があるとするね広告があります。他にもレッドオニオンと呼ばれているね、赤紫の玉ねぎとかあるじゃないですか。あれにはアントシアニンというね色素が多く含まれています。アントシアニンはね、ブルーベリーもね含まれている色素なんですよ。だからその抗酸化作用がねすごい期待できます。あ、ワインにも入ってます、アントシアニンね。ワインなんてすごい抗酸化作用がありますよっていう飲み物じゃないですか。お酒なんでね、飲みすぎにはね注意しましょう。まあ、最後にね、玉ねぎに含まれている栄養をね、まあ、ちょっとでも逃がさないようにするためのね調理方法をね少し紹介しますね。まず玉ねぎの辛みをね薄めるためにね、水に長時間さらすのはね避けましょう。玉ねぎに含まれている栄養素は水に溶け出してしまいます。辛味を消したいときは切った状態でしばらくね、空気に触れさせておくことにしましょう。放置しておくんですよ、ちょっとだけね。そしたらね、硫化アリルがね、アリシンと呼ばれる物質にね変化してね、辛味が抜けます。またね、玉ねぎは火を通すとね、まあ、美味しくなるんですよ。甘くて美味しくなるんですけども、まあ、先ほども言いましたアリシンというね、ビタミン B1 の吸収を促進させてくれる栄養っていうのはですね、熱に弱いんですよ。だからね、壊れてしまいます。まあ、火を通して食べるだけではなくてですね、生でも食べれるようにすれば玉ねぎの栄養をね、まあ、しっかり取ることができます。まあ、玉ねぎっていうのはね、種類が豊富でですね、アントシアニンなどのね品種によってね、栄養素が違いますけどもね、健康を守るために、ね、役立つ栄養素がねたくさん含まれています。最近はね、通常の玉ねぎだけではなくてですね、サラダに適した新玉ねぎとかね、紫玉ねぎなどもね簡単に手に入るようになってます。玉ねぎをね生で食べることでね、その得られる栄養素も多いので、ぜひいろいろなね種類の玉ねぎをね手に取ってみてください。そんな感じでまとめますと、玉ねぎはイチゴ並みに甘い、辛味成分硫化アリルが多いので甘く感じない、加熱すると辛味成分と水分が抜けるだけで熱で甘さが生まれるわけではないということでした。ぜひね、玉ねぎを目にした時にね、実は甘かったということをね思い出してみてください。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。